さんこんにちは。じゃ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 ーん。これバイキンジョ、仕掛けいっぱいバイキンジョ。これものすごい珍しいもの見つけたなと思って、このおもちゃ見たことなかったので、結構古いおもちゃかもしれないんだけど、なかなかこれはないなと思って、なんかこう仕掛けいっぱいっていうからなんか面白そうだなと思って、ね、ちょっと、持ってきました。中身を、じゃあ開けて早速ちょっと見てみましょう。まずはここを開けてバイキンジョを取り出します。よいしょ。で、このバイキンジョは、このバイキンジョはどうなってるのかな。なんか中の仕掛けがすごいなんかいっぱいついてそうな感じがするんだけどね。後ろはこんな感じ、バイキンマンとアンパンマンとそれとドキンちゃんの人形があって、この人形を置くところがこうやってあるんだね。で、なんか上にはこんな風にこうくぼみがあって、ここになんか入れられるようになってるね。でもこれは残念、本当はバイキン UFO がここについてるんだけど、それがないみたいなんだよね。だけどその他のちょっと部分がどうなってるのかちょっとやってみたいと思います。まずは、じゃあアンパンマンからいこうか。アンパンマンをここに乗せると、おや、にも来ませんね。これを押すのかな。 3,2,1。 あ、押すんだ。押すとここが回るんだ。わ、すごい早いね。カビルンルンがいい、すごいね。こうやって遊ぶんだね。ここが回るようになってんだ。へえ。じゃあ次はバイキンマン。バイキンマンをここに乗せて押すと、うわ、見た？ちょっとこれ横から見るよ。すごいね。これ。わ、バイキンマンの耳、バイキンジョーの耳がこんな風に動くんだね。これ面白い、すごいわ。これでなんか飛んでいきそうな、生きてるみたいな。そしてこのドキンちゃんをじゃあここに乗せて押してみるよ。お、なんか横が動いたぞ。あ、これだ。このドラーマンが一生懸命なんかこうよいしょよいしょって動いてるのかな。これはこんな感じで動くんだね。じゃあこれでアンパンマンが回ってドキンちゃんとこうやって遊ぶんだね。そしてバイキンマンのこのバイキン UFO はどうやら真ん中のアンパンマンをこれ押した時にほらこうやって動くんで、ここから発射するはずなんだね。本当はこうやって遊ぶことができるんだ、ちょっと面白いバイキン城。よいしょ。ここは近所こんな感じだよね。ほら、なんか新しいね。メカバイ近所って感じだね。みんな楽しかったかな。また他の動画も見て楽しんでね。じゃあまたね。動画は楽しかったかな。次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。